アリさん、こんにちは。マーティンです。あ、マーティン選手だ。わお。今回、リモート会議中という設定でしたけれども、撮影いかがでしたか？そうですね、私もやっぱりあのステイホーム中にリモートで打ち合わせをしたり、リモートドラマを作ったり、はい、あとやっぱお友達と喋るときは絶対にリモートだったので、はい、その時を思い出しながら撮影をしていました。なんか新鮮でしたね。あ、そうでしたか、はい、もうすごい CM の中でも身を乗り出したりとかしてましたけれども、はい、リモートってやっぱああいう風になっちゃいますよね。そうですね、実際にあるとやっぱり全然違うので、ちょっとこう大きく動いてしまったりとかありました。なりますよね、はい、めちゃくちゃリアクション大きくなったりあとうなずきとかすごく大きくしませんでしたか？しました。なんですかね、自然となんかどうしてもこう喋ってってこうなりましたよね、はい、もう本当にオーバーリアクションと、あと声も大きくなるっていう。なります ね、これはもう今も皆さんもね引き続き体験されていらっしゃることだと思いますけど、はい、今回その CM ではリモート会議の合間にみんなで運試し感で楽しむっていうシーンでしたよね。はい、これ運試し感みたいにみんなで同じネタがあるとリモートってすごい盛り上がりませんか？やっぱそうですね、めちゃめちゃ盛り上がりますね。それもあのステイホーム期間中ってやっぱ人と喋ることってすごく減るじゃないですか、はい、だから私も時々リモートでみんなでこう喋ったりするときすごく楽しくて、喋ることがたまりにたまっていたのかやっぱり同じ話題とかがあるとすごく盛り上がってました。ですよね、はい、ね、せーの、運試し。アリさん、こんにちは。マーティンです。あ、マーティン選手だ。わお。Me siento bien porque me hace pensar que soy un hombre bonito porque ella es muy bonita. Gracias. Aisa, mucha suerte. Yes, Mati. ということで、広瀬さん公認のそっくりさんとして話題になっている千葉ロッテマリーンズのレオネス・マーティン選手からのメッセージでした。いやね、本来は今日から全国一斉にスタートをしたジョージア運試しキャンペーンでは、当たりが出たらお好きなジョージア小型館1本と引き換えができるんですが、今日広瀬さんにはね、どうワクワクを感じていただこうかと思った結果、特別にこのようなメッセージをご用意いたしました。いかがですか？もうありがとうございます。本当、イエス・マーティン。あの、やっぱちょっと似てますね。いや、こうして今拝見しても、はい、あのすごくマーティン選手がもうすごくキュートだし、なんかそうですね、あの口角の上がり方とか、うん、あのツイッターで、はい、そういうのを見かけたんですよ。すごく似てるっていうのが、はい、で1件だけじゃなくて結構何件も見かけまして、はい、それであのニュースとか見て、あ、似てるって思ったんですよね。で、今とても大活躍されているので、うん、もうあのこの運試しキャンペーンにちなんで運気が上がった気がします。私も本当にありがとうございました。ところでさ、これ知ってる？運試し感、あ、それこの赤い食べ物ですよね。みんな一斉に運試し。当たりでもう一本、ジョージア運試し感、引き換えは高校アプリで。